皆さんお越しいただいてありがとうございます。このセッションは日本語で喋ります。In this session, we talk in Japanese. Sorry. タイトル、Deep Learning Programming on Ruby ということで、私と畑中が発表します。SPI という会社に所属しておりまして、この会社は、プリパーティースポンサーとかリジェクト会議とかを開催するという形で、この Ruby 会議に参画しております。もしよろしければスポンサーブースの方にも遊びに来てください。で、このセッションの内容はこんな感じですね。最初に私たちの自己紹介をして、次に、トーク全体のイントロダクションをします。でそれから、順番に私と畑中がそれぞれ、自分たちが作っているものを紹介して最後に、まとめをさせていただきます。でまず私の自己紹介から。名前は村田健太といいます。 ID は MRKN でSPI という会社でフルタイム Ruby コミッターとして働いております。 GEM は、ビッグデシマルとかニューメラルスタティスティクスとか最近は、データサイエンス関係の取り組みを主にやっております。で、主に各言語 Ruby、C、Python、Julia そういう感じですね。でエディターは NeoVim を使っていて最近 VS Code っていう NeoVim のクライアントに移行しました。次。はい、で私が畑中優作です。で村健さんと同じく株式会社 SPI でエンジニアをしてます。でプライベートではこのレッドデータツールズ書いてあると思うんですけどそちらで OSS のプロジェクトのメンバーもやってます。でこのレッドデータツールズに関しては後ほど僕のパートで詳しく話をしていきたいと思います。で普段は Ruby を書くこともあるのですが、Go も書いたり Python も時々書いたりします。で僕は大豆がすごい好きでこのツイッターのアイコンも大豆なのでよかったら皆さん覚えていただけると嬉しいです。はい、大豆を大豆にしている原田君でした。はい、でセッションのイントロダクションに入ります。とこのセッションでは Ruby で深層学習をできるようにする取り組みについて喋っていきます。で、私がですね最近調べたところ4つぐらいアクティブなプロジェクトがあります。で最初の2つはですね、この赤字にした2つはそれぞれ今日喋ることです。下の2つは両方ともテンソルフローに関する Ruby でのプロジェクトになってて、1つ目のテンソルフロー RB はテンソルフロー CAPI を Ruby でバインドするっていうそういうライブラリです。でこれは、再 Ruby の Google サマーオブコードの2年ぐらい前のプロジェクトだったり、あと Ruby アソシエーションのグラントにも確かなったような記憶がありますね。でテンソーストリームというのは私最近存在を知ったんですけどもテンソルフローそのものを Ruby で再実装しようとしている結構なんだろうやる気のある感じのプロダクトですね。個人的に今後の動向が気になっています。皆さんも調べてみてください。で早速 MXNet RB の紹介から始めます。 MXNet RB とは何かといいますと、これはですね Apache MXNet という名前のライブラリーの Ruby バインディングです。で去年の11月から本格的に開発を始めて現在に至っております。 MXNet RB とこれから Apache MXNet のランタイムライブラリを使うと Ruby で深層学習のプログラムを書けるようになります。で MXNet RB は Python のランタイムに依存してません。なのでこれを使うと Ruby だけあれば深層学習できるということになります。でしかし残念なことにですね、現在 MXNet のランタイムライブラリをインストールする最も簡単な方法が pip install MXNet なので、皆さん手作業でソースコードを落としてきてビルドする大変さを味わいたくなければ Python でインストールしてください。で、私がなぜ MXNet RB を作っているかというとですね、これは Ruby で深層学習のプログラムを書きたいなと思っていろいろ調べた結果、これを書くということに至ったわけですね。でしかもこの MXNet RB は Python に依存せずに、Ruby で深層学習できるようにできると思ったのでやり始めました。 Python に依存しないということはすなわち私がMXNet RB を作り始める前にやっていた PyCall という Ruby Python ブリッジライブラリを使ってないということですね。で先ほども TensorFlow RB っていうのを紹介したんですが TensorFlow RB は2年ぐらい前から作り始められていて TensorFlow の CAPI のバインディングとして存在しているんですけども私は TensorFlow の CAPI という、
低レベル API と言われるものをですね、使いたくなかったんですね。できれば Python でいうところのケラスのようなハイレベル API を使って深層学習したかったと思ってました。そして、いろいろ調べて、まあ、ケラスを Ruby に移植するとかいろんな選択肢が あるわけですが、いろいろ調べて Apache MXNet の Ruby バインディングを作る方が Ruby にとって良いと判断して、MXNet RB を書くことに至ったわけですね。じゃあなぜ MXNet が Ruby にとってベストかというと、ここに挙げている3つぐらいの理由があると私は考えました。1つ目は MXNet が複数の言語をサポートしているということです。深層学習ライブラリーというと最近はもうみんな Python でコードを書くということが前提になっているような印象があるんですが、 MXNet は出てきた当初から Python だけではなく R と Julia のサポートをしておりました。で現在は R、Julia の他に、まあ、合計で9つですね、具体名を挙げると JavaScript、Perl、MATLAB、Scala、Go とかそういった言語のバインディングも存在していて、結構多岐にわたるプログラミング言語をサポートしているわけです。これどうしてこうなったかというと、 MXNet がですね、もともと Python 以外の言語のサポートもしながら開発が始まったというのもあって、その低レベル API のバインディングを作りやすい、そういう仕組みを持っているからなんですね。なので Ruby 版も私はその仕組みを使って低レベル API のラッピングが結構簡単にできました。で私が今Ruby 版の、まあ、高レベル API も含めた開発を進めているので、将来的には Ruby もサポートされるということになります。2点目は MXNet の開発をサポートしているステークホルダーが多いということですね。例えば PyTorch は Facebook が主に作ってますし、 TensorFlow は Google が作ってますが、 MXNet は、現在ここに挙げている8つの企業が開発をサポートしています。で特に、Amazon と Microsoft が、頑張って開発しているようです。でさらにですね、企業だけじゃなくて大学も6つ開発サポートしています。でこの中でカーネギーメロン大学は MXNet を最初に作り出した大学ですね。で MIT からも開発者が出てますし、まあ、結構多岐にわたる組織が MXNet の開発に参加しているということです。で一社が主導している作ってるわけじゃないので、深層学習への対応がすでに遅れている Ruby が参入する先としては結構適切なんじゃないかなと思いました。で3つ目は MXNet 独自の利点というのがいくつもあるからですね、一つ一つ説明していきます。一つ目は深層学習のための複数のプログラミングパラダイムをサポートしているという点です。 MXNet は、命令型のプログラミングも可能だし、記号的なプログラミングでも深層学習のコードを書ける。さらにそれら2つのスタイルを融合させたハイブリッド方式でも書ける、そういう特徴を持っています。まあ、こんなことこれだけだとちょっと分からないと思うので具体例を出しますが、命令型のプログラミングスタイルでは、計算がですね、書いてある順番に1個ずつ実行されるわけです。ここのね、このこれこうってなるのか、あ、なった。このコード例で言うと A と B はそれぞれ、配列を作っているわけですけども、その下に C イコール B かける A って書いてますが、これを評価した時点で B かける A の結果が作られて C に代入されますね。その下も同じで C に1足した結果が生成されて D に代入されるという形で順番に実行されます。これが命令型スタイルです。で続いて記号的なプログラミングでは、まず計算グラフという基構造を作ることをします。このコード例で言うと、最初のこの4行はここに示した計算グラフを作っています。まだ計算自体はしません。そして計算グラフのパラメータ、この例でいうとこの A と B の空っぽのノードにパラメータとして値を代入して全体を一度に評価することをします。コード例でいうとこの D.eval と書いてある部分で A と B に代入する値を対応させていて、計算グラフの評価をすることで戻り値として結果が返ってくる、そういう、実行のされ方をします。でそれぞれですね、命令型と記号型ではそれぞれ異なる利点があります。命令型プログラミングは記号プログラミングよりも柔軟性があります。例えば命令型では、計算のループを表現したいときはプログラミング言語
のループのイディオムをそのまま使って書けます。 Ruby でいうとフォアイル式とかアンティル式とかループイーチといったよく使うループの制御構造をそのまま使って書けます。一方で記号プログラミングは命令型プログラミングよりも効率の良い実行が可能です。その理由は記号プログラミングでは計算順序の最適化ですとか不要な一次変数を削除するとかそういった最適化が可能なのでメモリの使用量を減らしたり計算ステップを削減したりということができます。例えばさっきのこの計算グラフを見てみるとこの間にある C っていうノードですね、これを削除してこういう形に計算グラフを書き換えることができるわけですね。このように一時的な計算結果を保持する C を削除することによって演算を掛け算をして足し算をするという2つの演算から積和をするという1つの演算に変換できます。そして積和演算というのはですね、ブラスライブラリという線形代数ライブラリが関数呼び出し1回で計算できるそういう機能を提供してくれているので計算効率が良くなりますし、ここで C っていうノードが減っているので、中間的に生成される配列も減りますからメモリ効率も良くなりますね。このように命令型のプログラミングと記号的なプログラミングではそれぞれ異なる利点を持っています。 MXNet ではこの2つの異なるスタイルを混在させて両者の利点を同時に活用するプログラミングが可能です。で特に、今回、テーマにしている深層学習でいうとパラメーターの更新処理を命令型で記述すると非常に書きやすい、プログラミングしやすいことが分かっています。そして、深層学習では出力の誤差を、入力の方にフィードバックさせるという処理をするんですが、その時に勾配計算という微分の計算を行うんですけども、その勾配計算をする時に計算グラフを用いて実行する方が、計算グラフを用いて実行する方が、計算効率というとメモリ効率の2つの点でパフォーマンスが良くなるということがすでに分かっているそうです。そこで、MXNet に含まれているグルーオンと呼ばれる API ではこのハイブリッドスタイルに最初から対応することで、何でしょう、非常に効率の良い深層学習プログラミングが可能だということが売りにされております。で残り4つのうち残り5つのうち最初の2つですけども、まあ、先ほど言ったように、計算グラフを作ってそれを最適化するということでメモリ使用量が少なくなるという利点があるんですけども、それだけじゃなくて実は複数 GPU を使った計算の効率が良いということが特徴に挙げられています。でこれは私が調べたわけじゃなくて、Amazon の中の人が調べた結果なんですが、Keras という Python のライブラリーを使って MXNet と TensorFlow のパフォーマンス調査をした結果がブログに上がっております。Keras は、深層学習ライブラリーとしてその計算のバックエンドに TensorFlow とか、あと Siano とかいくつかの異なる、バックエンドを選べるんですけども、最近 MXNet もバックエンドとして使えるようになったんですね。でそこで MXNet と TensorFlow それぞれバックエンドを変えて同じ Keras のプログラムを実行することでどちらがどれだけ速い、どちらがどれだけメモリ効率がいいかを比較しました。で、まあ、このページに結果が載ってるんですが、まあ、MXNet の関係者が書いてるんで悪く言うはずはないかなっていう気もするんですけども、そもそもまあ贔屓してる可能性はあるけれども、この人はなんだろう、 TensorFlow を直接使って TensorFlow に不利なプログラムを書いたわけじゃなくて Keras を使ってKeras の高レベル API を使って深層学習プログラムを書いて実行して結果を比較しているので、まあ、ある程度結果を信頼して良いと思うんですね。ちょっとこの見てみましょう。出るかな。ここですね、ここに書いてる、こっちに出ている、すいません、私しか見えてなかった。
ここに、あ、なんだ、ここにありますが、MXNET はですね、90% 以上の使用メモリが少なかったっていう結果が書いてありますし、あと、時間ですが、時間は上の方かな。すいません、準備をし忘れていました。あ、ここにありましたね、はい、MXNET は 60% 速いという結果も載ってますね。で、あと最後、ここですね、アキュラシーも悪くないという話も書いてます。で、こういう形で TensorFlow と比べて結構効率の良い実行が可能になっているということが分かります。これなんでかっていうと、おそらくですね、TensorFlow を作っている Google は独自で TPU とかを作っていて、そっちへの最適化をの優先度を高めているからなんじゃないかなという気もしています。まあ、そういう形でですね、現在TensorFlow と MXNet を比較すると MXNet の方が非常に効率の良い実行が可能ですということが分かっております。で、残り3つは駆け足で紹介していきますが、MXNet は今マルチ GPU での実行の話を紹介したんですが、マルチノードの分散計算にも対応しています。で、複数のノードを立てて、その中で複数のスレッドを実行して、それぞれのスレッド間でパラメータをキーバリューストアを使って、共有することで計算を行う、そういう仕組みが備わっているんですね。で、まあ、この URL は公式ドキュメントのページなんですが、公式ドキュメントに分散計算で、深層学習のモデルをトレーニングするための方法みたいなのも載っていたりします。それから MXNet はアパッチインキュベーターのプロジェクトになっています。これアパッチファンデーションの配下にあるということなんですが、アパッチファンデーションではデータサイエンスで利用されるツールが結構たくさん開発されているんですね。で、例えばアパッチアローとかアパッチスパークとかで、なので MXNet は将来的にこういったデータサイエンスでのメジャーなツールとの連携も、まあ、作られていくんだろうと思っているので、MXNet が使えると結構便利になるんじゃないかなという期待もあります。で、最後 ONNX ですけれども、ONNX はマイクロソフトと Facebook が作ったもので、学習済みの深層学習モデルを異なるフレームワーク間で相互交換するための形式です。で、ONNX があるので、例えば Python の Keras で、データサイエンティストが作った深層学習のモデルを Ruby で MXNet を使って、でプロダクション環境で動かすみたいなことは可能になるんですね。で、ONNX はここに挙げたメジャーな深層学習フレームワークでは直接または間接的にサポートされているので、なんでしょう、まあ、Ruby が MXNet に対応すると、まあ、こういったフレームワークで作られたモデルは全部 Ruby から利用できるということになります。非常に良いことだと思います。で、こんな MXNet RB なんですが、実はまだ完成してなくて現在鋭意開発中です。で、現在のプロジェクトステータスは、デベロッパーが2人ですね。メインは私で、まあ、フルタイムで作ってるんですけど、基本的にはカンファレンスドリブン開発ってなっていて、カンファレンスに間に合うように特定の機能を作っていくみたいな感じで進めています。現在は、先ほどちょっと名前出したんですが、グルーオン API っていうハイブリッドなプログラミングスタイルが可能な高レベル API があるんですけども、それを Ruby に移植するということをやっています。もう一人ですね、ローレントさんという方がですね、私がお願いしたわけじゃなくて、彼が勝手にこのプロジェクトを見つけて、時々プルリクエストを送ってくれる優しい人なんですけども、彼が NDRA っていう、なんだろう、数値配列ライブラリーレイヤーですね。で、その部分の、まあ、抜け落ちを見つけてプルリク投げてくれるということをしてくれていて、これによって命令型プログラミングで使うための機能がどん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 増えていってます。で、フューチャープランとして私は Python との比較で 100% のフィーチャーカバレッジを今目指して開発しています。で、なので結構道は険しいので開発者を募集しているところです。で、まあ、そうは言っても何ができてないのかとか、今のプロジェクトのリードミーとか見ても全然分かんない状態なので、
まあ、Ruby 会議終わったぐらいから少しずつですね、Python との比較を作って開発に参加しやすいような状況を作っていこうかなとしております。で、デモする時間はどうだろう、あるかな、時間があったらデモをしようと思ったんですけど、デモではですね、多層パーセプトロンという種類のニューラルネットワークをこの MXNetRB を使って実装したんですね、私が。で、それを実行してみて、ちゃんと動くよってことを見せようと思ってました。で、これがコードですね。どうですか？全然長くないですね。はい。じゃあ、ちょっと見ていきましょう。すいません、このデモちょっと時間かかりそうなので後回しにさせていただきます。すいません。はい、一旦ちょっとデモは時間が最後に余ったらごめんなさい、やらせていただくということにして、一旦この MXNet のパートはまとめさせていただきますが、 MXNet というディープラーニングフレームワークがあって、これが Ruby には結構良いだろうと私は思っていて開発を進めています。で、現在まだ完成してないんですけども、一部の API、 特に数値配列周りの API はすでに利用可能で、深層学習のモデルの実装をするできるぐらいまでは機能が揃っています。で、開発に興味がある方がいましたら、私に連絡していただければ、どういったことをこれからやっていこうとしていることがあって説明が可能なので連絡してください。はい、じゃあそれでは、次レッドチェーナーの方に移ります。はい、では続いて私が紹介するのが、レッドチェーナーになります。レッドチェーナーは Python 製のチェーナーと呼ばれる深層学習フレームワークを Ruby へポーティングしたものです。開発を始めたのが去年の8月ぐらい、夏ですね、夏に始めて、そこから GEM のイニットをして Python の2系ですね、チェーナーのバージョンの2系を見つつ、ポーティングをして2017年10月に初回リリースをしました。で、その時は MNIST とですね、多層パーセプトロンの実装だけだったんですけど、今は CNN など画像解析系の API なども補充をしています。で、内部の配列では、保持の演算には RubyNewMo プロジェクトの NewMoNRA を使用しています。 NewMoNRA では32ビットの単精度不動小数点数を採用しており、レッドチェーナーではこちらがデフォルトとなっています。で、このレッドチェーナーはレッドデータツールズで開発が進められているプロジェクトの一つです。で、レッドチェーナーの話をする前に、まずこのレッドデータツールズとは何かというところを話をしていきたいと思います。はい、レッドデータツールズは Ruby 用のデータ処理ツールを提供するプロジェクトとして、 Ruby コミッターで明日キーノートもされる須藤さんが2017年の2月に立ち上げられたプロジェクトです。で、そこから開発メンバーも徐々に増え、現在は8名ではあるのですが、少しずつメンバーが増えていっているというような状況になっています。で、このレッドデータツールズではインカラム型のデータフォーマットのアパッチアロー、先ほど村健さんからも話題に上がっていたアパッチアローの Ruby バインディングの開発をはじめ、レッドチェーナーなどの Ruby のための新しいツールの開発というのも行っています。また最近は CSP の GEM のメンテナンスなども行っています。レッドデータツールズが CSP GEM のメンテナンスをしているというところにちょっと驚く方もいるかもしれないのですが、
現状やはり CSV というものはデータ処理をする過程の中でのシステム間の連携ですとか保存などに広く使われているので、ここをメンテナンス、さらには高速化していくなどといったことはとても必要のあることなのです。レッドデータツールズは活動していく上で6つのポリシーを掲げています。で、1つ目が Ruby コミュニティを超えて協力するということですね。レッドデータツールズは Ruby のためのデータ処理ツールを提供することが目的なのですが、まあ、他の言語、例えば Python ですとか R、 すでに機械学習や深層学習なので、実用的なものと協力することがあればぜひやっていくというのがスタンスとしてあります。例えば先ほど出ていた Apache Arrow ですね、もうデータサイエンスの分野では最近去年から注目されるようになってきていて、それに Ruby も混ざることができるとデータ処理というプロセスの中で Ruby というものが出てくるようになります。で、2つ目としては避難することよりも手を動かすことを僕らは大事にしています。で、現時点ではデータサイエンスというとやはり Python などが出てくるかもしれません。ツールなども揃っているのですが、既存のものを避難していてもやはり前には進まないので、その時間僕らは開発を前に進めていきます。で、3つ目は1回だけの活動よりも継続的に活動することを大事にしています。で、 Ruby でデータ処理をするというとできるようになるまではまだ時間がかかるかもしれません。なので1回の活発な活動というよりは長い間活動継続性のあるものを目指しています。で、4つ目としては現時点の知識不足は問題ないということですね。データサイエンスを行う上では線形代数ですとか必要な専門知識が多数ありますが、しかし実際誰もが最初は 無から始まっているはずなので、まあ、これも徐々につけていけばいいよねという話ですね。で、5つ目が外からの避難を気にしないということですね。まあ、先ほど1回で大きく進むわけではない、活発に大きく進まないというのもあるので、外から見ているとやはり開発に時間かかっている、 Ruby でデータ処理を実現するのに時間かかっているように見えるかもしれないですね。ただ僕らは継続的に開発を進めているので、まあ、そこに対応している時間を開発に当てたいと思っています。で、最後のファンと書いてあるのが一番重要ですね。やはり皆さんと同じく僕らは Ruby が好きなので、まあ、この Ruby を書いて楽しいという思いはやはりちゃんとポリシーとして掲げています。で、この6つのポリシーを掲げてレッドデータツールズは活動して立ちます。はい、ではここからレッドチェーナーに戻り、レッドチェーナーの特徴を説明していきたいと思います。とレッドチェーナーには大きく4つの特徴があります。1つが Define by Run を採用していることですね。これはもともとチェーナーの開発している PFN が作成した言葉でもあるのですが、 Define by Run は Define and Run、 ちょっと同じような言葉になってしまうんですけど、その2つと比較して話されることが多いですね。で、まず上の Define and Run に関しては必要な計算グラフを構築して、でその後にそこにデータを流すという方法をとっています。最初に計算グラフの構造を決めるので最適化がしやすいという特徴があります。ただこの Define and Run は計算グラフをあらかじめ構築してデータを流すので、まあ、自然言語処理ですとか、まあ、データの構造が変わってくるものだと対応するのが難しいという欠点があります。で、一方で今回レッドチェーナーが対応している Define by Run はデータを流しつつ計算グラフを構築するという方法をとっています。これによりループごとに異なるデータ構造のものを扱うことができるようになるので、Define and Run と比べて柔軟性が増してきます。ただデメリットとしては Define and Run よりも毎回の計算時に計算グラフを作成するオーバーヘッドが表示するので計算時間が少しかかるというデメリットはあります。で、もう一つが Core Library Pair の提供ですね。で、レッドチェーナーでは CNN で使用されるような、まあ、畳み込み演算ですとか、まあ、正規化で使用されるようなバッチノーマライゼーションですとか、活性化関数のシグモイドなど深層学習で使われるような必要な各種 API を揃えています。
で順次足りない API なども追加していっているのが今のステータスです。でここで言いたいこととしては、まあ、これらの API が使えるようになりましたではなくて、レッドチェーナーはあくまでもフレームワークなので何かの識別に特化するものを作っているわけではないんですね。レッドチェーンの目指しているところは、ユーザーがこれらの API を使って任意の自分で好きなネットワークを構築することができる、それを Ruby でできるっていうのを目指しているっていうところが、まあ、ここの特徴の一つとして言いたいことでした。でユーザーがレッドチェーンに提供する API を使って、まあ、任意のネットワークを構築するということなので、まあ、Ruby らしく書けるというのは重要なことだと思います。まあ、なぜなら皆さんもRuby を決めて気持ちよくなりたいという思いが多分根底にあります、ね、多分それだと思います。でしかしレッドチェーナーは Python に書かれたチェーナーをコーディングしたものもあり、 Python のような Ruby のコードというのがちょっと現状なので、まあ、これは解消していきたいことの一つです。であとは最後がレッドチェーナーが OSS のプロジェクトであるというのも一つの大きな特徴かなと思っています。先ほどレッドデータツールのポリシーで外とも協力するという話が落ちたと思うんですが、当然 Ruby コミュニティとも活発に協力していきたいという思いがあるので、オープンな場で全てやり取りをしています。レッドチェーンのソースコードもいつでも GitHub から見ることができますし、修正したいところですとか、ここの API を追加したいんだけどというところは、いつでもイシューですとかプルリクエストを出すことで一緒に開発を始めることができます。ここでレッドチェーンの特徴について話しました。で実際にどんなふうに使われるかっていうのを例を作ってきたので、それをお見せしたいと思います。例えば Ruby を用いてデータ処理のアプリケーションを作成したとします。 Ruby 側ではデータの収集や処理したデータの可視化を行います。でその表示するデータを Python ですとか他の言語にデータを連携して、データを処理したものを再度 Ruby に読み込んで可視化というのが現状多く使われる手かなと思います。これがレッドチェーナーがあることによってRuby で完結することができるようになります。で今回は画像データセットのサイファーの 32×32 の画像データセットをレッドチェーナーを使って学習させました。デモします。はい、すみません、お待たせしました。でここにあるように今回2つのモデルを元に学習したものを表示させました。例えばこの VGE というモデルを実際に学習したものを、はい、エポックごとに識別した画像をお見せしているのですが、例えばこのキャットというところで赤く表示されているのが、識別に失敗したもので、緑色になっているのが成功したものですね。ちょっと透明なので分かりづらいのですが、これがエポック訓練を重ねるごとにだんだんと緑色が増えてきたのが見えるかなというふうに思います。でこれは別裏側で Python を動かしているわけではなく、すべてレッドチェーナー Ruby が行っています。でここまでデモをお見せしました。でレッドチェーナーの今後については、まず一つ目が GPU に対応させていきたいと思います。で現状のレッドチェーナーは CPU を前提に作成されているので、今後に関してはこの Kumo というジェムを使って、GPU 対応していきたいと思います。これはこの後15時半からアルスノスさんの話で詳しく聞けると思うので、ぜひ興味のある方は聞いてみてください。
でもう一つはレッドチェーナーもアパッチアローのサポートをしていきたいと思います。まあ、これは先ほどのポリシーの一つでもある Ruby のコミュニティ外とも協力していきたいという思いの一つですね。で最後がレッドチェーナーの開発だけに閉じずに周辺の環境も整えていくというのもやっていきます。先ほどお見せしたデモで画像データセットを使ったのですが、これはレッドチェーナーの中に組み込むではなく、レッドデータセットという他のジェムに切り出して実際に Ruby で取り出しやすくするというものを開発しています。なのでレッドチェーナーだけなく他の Ruby 周りのデータサイエンス部分のジェムも開発もしていきます。で最後まとめですね。で僕のパートでは RubyNIST が Ruby らしく深層学習を始められるレッドチェーナーについて話しました。で今回の話の中でレッドデータツールズですとかレッドチェーナーに興味を持ってくれた方はぜひ Ruby でデータ処理ができるようにするためにこの開発に参加してほしいなと思います。参加はオンラインでは GitHub がありオフラインでは東京になってしまうのですが、弊社でミートアップを毎月行っているのでこのコンパスからぜひ登録してください。であとスピー会、Ruby 会議中はスピーブースにいますのでいつでも質問しに来てください。はい、では僕のパート終わります。はい、で最後にですね、ちょっと深層学習から離れるんですが、Ruby のデータサイエンス対応の現状について、簡単にお話しさせてください。で現在ですね、まあ、4つ、今ちょっとお伝えしたいこととしては4つぐらいトピックがあります。1つ目はレッドアローですが、レッドアローは先ほどから何度か名前出ているアパッチアローの Ruby バインディングですね。でこれがですね、最近、アパッチアローの本体に取り込まれてオフィシャル Ruby バインディング扱いになったそうです。はい、それをマージするコミットをストーさんがしていたので、ストーさんに会ったらおめでとうございますと声をかけてあげてください。はい、で次ですね、あと3分しかないみたいなので急ぎますが、CRuby の方でデータサイエンス向けの機能追加が予定ができることになりました。で1つ目がエニュメレーターアリスメティックシーケンスってやつで、これはPython にスライスというオブジェクトがあるんですね。でそれの Ruby 版が欲しいなと思っていて、ずっと私が提案してたんですけど、これがやっと通って入れられることになりました。で次、レンジパーセントメソッドですね。これは、レンジのステップメソッドのエイリアスとして入れられることになりましたので、例えば1から10まで2つおきにインデックスを取りたいというときに 1.10.2% って書けますという感じです。これで、まあ、Python のスライスとはちょっと書き方違うけども Ruby でもスライスっぽいものを記号を使って短く分かり見やすく書けるという感じですね。でこれをが Ruby2.6 に入るので、NUM NRA とか NMatrix とか DAL とかでサポートすると非常に便利になるんじゃないかなと思ってます。それから今年サイルビーグルグルサマーオブコードまたやってて、5人の学生が採択されて4件のプロジェクトが動いてます。で Ruby データのディスコースっていうところで議論が行われているので、興味がある方は見に行って議論に参加してあげてください。それから最後ですね、明日、午後3時50分から、白樫という部屋で、ワークショップやってます。データサイエンスのワークショップやります。明日のアフタヌーンブレイクの後です。でコンテンツは Ruby でデータ解析をする。でしかも Ruby のデータツールズだ、データツールだけ使うバージョンと PyCall を使うバージョンの2つあります。それから Red データツールズのプロジェクトを実際にやってる人たちが、生活発表をしてくれるという感じですね。で234人入るらしいので200人ぐらい来てくれると嬉しいなと思っております。で、私のデモ時間なくてできないんですが、このワークショップでお見せします。であと本当は GPU 使って計算してるとこ見せたかったんですけど、GPU インスタンスの鍵を私が家に忘れてきちゃったので、今夜準備して明日お見せしようかなと思います。はい、ではトークのサマリーをします。はい、ディープラーニングのための、高レベル API を持ったフレームワークが Ruby 用のフレームワークが日々開発が進んでいて、もうすぐ使えるようになるという状態です。でレッドチェーナーも MXNet も GPU に対応しているので、皆さんも Ruby で GPU 使って深層学習ができる未来がもうすぐ目の前に迫っています。で、それから深層学習以外の一般のデータサイエンス向けのツールの開発も進んでいます。で
皆さんが開発に参加していただけるともっともっと進みが早くなると思いますので、 Ruby でデータ解析やったり深層学習したりして遊びたい、仕事で使いたいと思っている皆さんはぜひ開発に参加してください。でこちら開発に参加したいと思った人が見るべきリソース集です。この資料をこの後すぐアップロードしますので、これ見て開発に参加するとかドキュメント読むとかしていただけたらなと思います。ではご清聴ありがとうございました。